ちょっと待てよ。お前もエルサを探してるのか。うわあ、待てって。俺たちもエルサを探してるんだ。悪者にさらわれたんだろ。きっとエルサを守りたかったんじゃないのかな。じゃあ俺たちと一緒に行くか。そうだ。だって俺たちもエルサを守りたい。同じだろ。エルサを探しに行こう。そうだ。誰とでも友達になれるのが空のいいところだね。まあね。ドナルド、グーフィー、置いてくぞ。待ってよ。
これをポストに出すんだな。忘れずにポ。下に出そう。やめろって、ほら下ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて。一緒に行ったらクリストフが驚くから。ダメだスベン、城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ、ソラ、大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。あれ？アナは一緒じゃないのか？アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返したんだ。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきり。お似合いだったよね。なんだ？アナ！エルサ。エルサがあそこにいるのか？エルサとアナがあの城に。急ごう。吹雪が強くなってきた。寒いよ。どこかに隠れられる。諦めるよ。気をつけて進もう。エルサ、吹雪も平気だね。吹雪が止むタイミングをよく見て。タイミングだよ。吹雪、あらわば言うまと。